ポップ紐結ぼう。いいよ、グローブ外していいからちゃんと結ぼう。俺ね、これだけはマジで厳しいんだけど、みんな試合中紐ほどけたらどうなる？タイミングないないよね、集中できる試合できないよね。そうだからごめんね、今ちょっと、まあ、たまたまほどけてたから。試合中と一緒、練習中は。練習中も分かんない。じゃあモレリアね、俺もモレリア履いてるけど、あのやっぱ紐がほどけるっていうことはまずないようにしよう。それで試合中にやっぱみんなが集中できない状況、それはなくと。だ俺自分がもしコーチになったら、誰か一人も紐ほどけてたらもう練習止める。その選手のために全員の練習止める。ごめんねごめんね今日たまたまだったよ。俺は止める。そうなんでかって、その紐ほどけるっていうのが絶対キーパーが試合中あってはいけないことだと思う。集中できなくなっちゃうでしょ。それは本当みんなそこは集中してる。はい、続けて。